まだステージは緊張。そうですね、まだ緊張しますね。やっぱりアットジャムは結構すごい緊張しました。なんか私って緊張すると喉がめっちゃゴロゴロっていうか、めっちゃうってなるんですけど、もうめっちゃうってなってました。体力的にはもう慣れた。いやー、ちょっとまだ難しいかもしれないですね。そうなんです。なんか他のアイドルさんの方も私たちのを見てくださってて、もう本当に嬉しかったのもありますし、その後に Not Equal Me さんのパフォーマンスを見させていただいた時に、もううわっうわーっていっぱいアイドルさんがすごい集まってきて、すごくやっぱりそこで同じ立場にいる中でも、もう圧倒的にその何て言うんですかね、応援されている方が多いっていうのは、やっぱり先輩方素晴らしいなって思いますし、私たちもそういう風になりたいなって、その周りのお客さんとかそういうのを見てても思いました。私はもう最善をキープしてたので、後ろのメンバーとかみんなポカーンってすごかったーってなってたので、きっとそうだと思うんですけど、もう私も出てくる時点のぐらいでもうすでに泣いてたんですけど、本当に私たち周りにも他のアイドルさんはいたんですけど、もうすごいもうわーってもう柵に寄りかかって釘付けになってたので、やっぱり歌って踊って人を涙させるって本当にすごい職業だなって思います。素敵な職業だなって思いますし、やっぱりイコノエさん方は本当に先輩方って素晴らしいんだなって思いましたし、もっと頑張らないとなっていうのを すごい感じました。歌って踊って泣くって本当にすごいですよね。私がステージの前でパフォーマンスをしてて泣いている方を見たら、もう本当に嬉しくて泣くかもしれないですね。いつかそうやって感動とかで涙していただけるようになりたいなと思います。